Here we go. Tapi melepas dia rugi bankruptcy. I think, yeah, I will not be not. I will be. Don't worry, I will be. Claim him. Maybe last minute. What? Action on. Minasan, 落ち着いてください。ルールを破りやがって。どうやって落とし前をつけてもらう。ナビア。ルール。Punish him, boss. Don't worry, I will not take it. Yeah. どうしてこんなことに。How come the other people I know? え？だらけってどういう意味？ほら、見て。僕は嘘なんかついてなかったでしょ。本当にミーシャが危険にさらされてるんだ。チクタク、お願い、灰色の友達、ミーシャを助けて。トワイルボン。My best boy can't wait to show it, my. Please pay me in the situation. Why would I do hurt him? It's okay. My best boy back. でもバットじゃ効率が悪い。じゃなかった。そんな荒っぽい方法で解決しようとしちゃダメだよ。Yeah, she is right than me. チクタク、チクタク。Oh, another universe? こんなに混乱してるのは全部ポストストーンのせいだよ。But yeah, we don't know yet what is her role. ポストストーンは美しい夢の街で一番の悪党で、すごく貪欲なんだ。街の住民たちを全員追い出して、貴重な石材を独占しようとしてる。So if you say Raiden me, definitely you are playing for that instead. 自分の手下を使って、無教を混乱させて、みんなのプラスの感情を奪い去った。でも、僕は美しき夢の街の守護者として、黙って見ているわけにはいかない。くっさ、灰色の友達。君ならきっとクロック、それに君は美しき夢の街のお客さんだから。Where do you get me? Are you sure what is that? 僕一人じゃクロックトリックは。チクタク、これで僕たちは一心同体だよ。体のさあ、今からあの怒っているギャングのボスのところに行こう。クロックトリックを使ってみんなにプラスの感情を注ぎ込めば。いいかい、絶対にクロックトリックを悪いことに使ってはいけないよ。Okay, I'm gonna accept that. 僕たちは美しき夢の街の守護者だからね。チクタク。 What the freak? The three bird? Sharon and Misha. You two are you too busy to check log over your serving queue right here? Okay. Would you be come back on Kaipet 3rd? It's about part 2 is coming. Yeah, I think I will be trying the part 2. Not playing, but trying. Oh! Huh? The target is already. What the pig? That's a nice tower. まともになったみたいだね。よかった。That's a diet and got a movie. え、そうだよね。そうじゃなかったら、なんであいつは急に冷静になったの？俺は、まさか。ボス、どうしたんだ？ああ、すみません。教えてほしいのですが。いえいえ、客人に対して粗相を働いたりしたら、皆さんにご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。あ、灰色の友達、彼に全部ボスストーンの仕業だって伝えてくれる？ボスストーン、いずれにしても
Well, Honkai is a bit better. Yeah, I think I will be trying that game because that is my first Honkai game and making me like the game that this game of that. So I've been playing Genshin Impact for the first time, and then I tried Honkai Impact, and the story was marvelous. I really like Honkai Impact. Yes, boss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 .彼は大切なお客様で、最近お友達になったんです。あなたにも話したと思うんですけど、覚えてませんか？ You! あれって彼のことだったのか。とにかく、ありがとうございました。ありがとう。こんなに早く再会できるとは思わなかった。 Kind of funny, but sure. さっきの混乱、仮面の愚者という集団が街で騒ぎを起こし、秩序を乱して。 By the way, on the Twitch, we have a Twitch rock if you want. 私は偶然この場所を通りかかり、取り調べを受けた。その最中、このお姉さんも君の知り合いなの？ YouTube? I don't know. Does YouTube have a rock? 一度会ったこと、あなたとも出会えて光栄だ。綺麗なお嬢さん。だが、さっきの男に何をしたんだ？私もそれを聞きたかったの。何言ってるの？対話療法じゃなくてクロックトリックだよ。そう簡単な話ではないだろう。推測だけど、それってあの君に。クロックボーイ。そう、あのアニメのキャラクターの。それが現実に現れたみたいなの。私もあんまり状況が分かってないんだけど、彼が言うには素直で純粋で無垢な心を持つ子供にしか見えない。私も子供と言える年齢は超えてしまっているようだが、だがそのクロックボーイが本当に存在するなら。え、君にも僕が見えるの？あなたのそばに何か実体のないものがいることはわかる。残念ながらあなたのようにコミュニケーションを取ることはできないがな。私たちは奥室に多少なりとも反応することで、この夢の中の不思議なものを感知できるのかもしれない。あなたはきっとその感覚が私よりも鋭いんだろう。最初はあの上品なメモキーパーがあなたの頭の中。The elegant me- Who is she? あなたと別れてからほどなくして、私は誰かに物陰から観察されていることに気がついたんだ。ただ彼女に名前を聞くのを忘れてしまってな。ガーデンオブリコレクション。記憶のアイオンに使える人たちのこと。ああ、彼らはミームの形で世界を巡り、ファミリー、とにかくまたしても世話になったな。で、デートじゃないから。行っちゃった。こっちはもう大丈夫だから、君たちも好きなところに行くといいよ。ありがとう、灰色の友達。本当にありがとうございました。また会おう、チックタック、チックタック。ついてきて。今度は見えない友達に捕まらないようにね。あ、意味？How do I get there? Okay. よし、あの、おお！ They can evade. This kind of cool if they can evade the our prison.I need to use this again. ごめんなさい。これから行く場所はピンボールマシンに乗らないといけないの。お先にどうぞ。私は後ろからついていくから。Okay.
ボンボンボン。デビ。秘密のアジトって。ディレスギョッパ。こっち。こっちこっち。ここだよ。This is your secret stronghold。うん、そうじゃなくてこっち。What's that beautiful manhole cover？うん、秘密のアジトは中にあるの。This is very simple. People watching us. That's the. Is that what does the? 大丈夫。夢の中では何が起こってもおかしくないし、毎日たくさんの人が空から降ってくるから、通行人ももう驚かないよ。先にお手本を見せてあげるね。バック。ねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、君が女の子の気を引く方法って大っぴらに後をつけることなの？もう半システム時間になるけど。正確には45分だね。楽しい時間はいつもあっという間に過ぎるもの。 Why does Aventurine follow Sparkle? クジャクちゃん、君の目って綺麗だよね。故郷はツガンニア？もっとヒントが欲しいのかい？Oh, I thought I'm a virgin. Oh, it's FGIN. FGIN. Sorry about that. 花火の目は君ほど鮮やかじゃないけど、曇ってるわけでもないよ。That flat. What do you mean by that? Oh my god. No, I don't want that. Please don't. 知らない人なんていると思う？ I don't want it.生まれつきの詐欺師で、泥棒で、八方美人で、それから腹黒。名実ともにね。花火に言わせれば、君は夢の中よりもマンホールの中にいる方が似合ってると思うな。あ、ちょうどあそこに一つある。早く行ったら。いや、ハロー。 Why? いや、その必要はないよ。薄暗い場所は僕の気質と合わないからね。それに雨が降らない。僕の服はとってもデリケートだから。雨風に。そのヘラス口閉じてくれる。クジャクちゃん、もう帰って。花火たち愚者はバカじゃない。カンパニーのワンコとお友達ごっこをするつもりはないの。その言葉は本当かな？君はカンパニーの人間と友達になったことがないのかい？花火がピノコニーの歴史を知らないとでも思ってるわけ？君たちのくだらない社内政治に花火を巻き込まないで。愚者。この宴に招待された時から君に選択の道はない。あれはスポイラー。早く誰に作る。分かったようなこと言うんだね。ねえ、何したの？クジャクちゃん。クジャクちゃん。服を脱いでひざまずいて、カンパニーは絶対にピノコニーを責めたりしませんって約束したとか。What the frill is this good? 君、もう諦めたら？どうせ君たちは他人をチップにすることしかできないんだから。This is crazy, you know. チップにすることの何が悪いんだい？でも本当に賢い人はそもそもギャンブルには参加しないと思うけど。いい？クジャクちゃん、君もパブの招待を受けたことのある人なんだよ。仮面の愚者を仲間に引き入れたんなら頭を使って、笑いの神様が何を求めてるのか考えないと。花火がアドバイスしてあげる。君が誰も説得できないなら、口の聞けない人を仲間にしてみたら。じゃあねー。じゃあねー。ありがとう。口の聞けない人を仲間にする。肝に銘じておくよ。I really don't like that kind of... Oh my god. 本当に面倒だな。どうやらまたファミリーに会わないといけないみたい。ファミリー。こっちに来て。こっちに来て。もうすぐだよ。
マジくれ。おい。夢はもともと混沌とした。見て、綺麗な場所でしょ。観光客は本来ここに来ることが許されないの。でも心配しないで、別に危険地帯ってわけじゃないから。ここは黄金の滝の教会だと思ってくれればいいよ。もっと外の向こうに行くと、今もファミリーが建設や改造をしてるの。私の秘密のアジトはこの中にあるんだ。But yeah, there's a lot of speculation that makes people see the firefly green eye. Oi, even in the trailers, they something like that. Darn it. もう見つかっちゃ。そこをどうにかしてもらえない。誰にも迷惑かけたりしないから。ダメだ。上の決まりで。ドリームメーカー以外は誰であろうと立ち入り禁止だ。ずいぶん固くなだね。そうやって頼んでくるやつは毎日大勢いる。全員に融通を聞かせるわけにはいかないだろう。これ以上小細工しようとしても無駄だ。帰って。彼を説得するのは難しいみたい。もしかしたらまたクロックトリックが使えるかもしれない。That's right. これ以上小細工しようとしても無駄だ。そんな、な。What the hell? 俺は今、とても、嬉しい。なる、Weapon。感じるか、この感覚。少し。クレイジーと言ってもいいくらいの感覚だ。ミアがここにいたら一緒に歌えたのか。もうこの…おっと、それは…だが、お前が俺と踊りたくなくても、それこの熱い感覚、そして高値…もちろん、それでもお前たちを通す…彼は本当に…How about Seth? じゃあ俺はハウンド家の一員で、無教世界の治安維持を担っている。ファミリーが守っているおかげで、夢の中に危険はないが、それはつまり、俺がお荷物で、ゴミ箱以下の存在だということを意味してるんだ。Dia do story about Francis and Himiko. Berarti ada tempat story creator yang from Fashion Tree. Yeah. That is actually true. Yeah. それならドクターエドワードの精神分析治療を受けた方がいいぞ。とにかく。お前たちはこの美しい無教世界を心ゆくまで楽しむといい。それは俺の尊厳はもうほとんどもちろん。なんかもの。何度言わせるつもりだ。工事中だから立ち入り禁止だって言ってるぞ。お前たち何としても俺の前に現れるつもりか。それなら容赦しないぞ。いや、俺の父親に見と、That's not what I mean。 言い逃れしようとするな。こっちだってお前みたいな奴は大勢見てきたんだ。若くて元気があるのをいいことに、何も恐れず毎日フラフラ遊びながら問題を起こす。利己的で社会に貢献することなんか全く考えてない。お前のようなルールを無視するガキにはお仕置きが必要だ。行け、スイートドリーム劇団。こいつらを思いっきり懲らしめてやれ。
い、gaduh lah. 全員死刑。よそ見するな。よそ見するな。待ちなさい。そうよ痛い。そうよ痛い。こいつ。さようなら。バン。落ち着いて。よっしゃ。I see that trailer scene have Himeko freezing. まさか負けるとは。What? Seriously? 青春の力なのか。もしあの時の俺に。さっさと行け。これは勝者の権利だ。What? れるようになったのはいいけど。彼、最終的にこうやって入れるなんて。クロックトリックって不思議だね。クロックトリック。Sorry, I don't want to fight that. ここから先は道がないから、ドリームメーカーの道具を借りるの。What the fuck? これからやることは、君の想像を超えてるかも。空間がつながった。これで向こう側に行ける。カタルスケはこうやって無境を修繕してるんだ。不思議だよね。不思議ね。あと空中に浮かミスクロックフットワンプリース。アップナムラスナトロックフットワン。Nak letak dalam ni lah, apa showcase ke? Yeah, I can put it on showcase. Not yet.Am I going to be there? ちょっとした仕掛けを使わないといけないんだけど、確かここに隠しておいたはず。ポンって出てくるの、何度見ても夢っぽい。一人ぼっちだよね。あら、天国図鑑。
Yeah. Okay. I want to prove her, but that time I don't have Stellar J and horrible tolerance gives me a heart pity and loss on CPPT die. So yeah, okay. That's kinda hurt. あれがピノコニー大劇場だよ。ここからだと全体を一望できるんだ。今回は少し複雑な構造だね。よく考えないと。It's okay, I think you will be getting hurt as soon as possible. Family は銀河から多くの芸術家、建築家、学者を招いて、ドリームメーカーっていうチームを結成して、ピノコニーの美しい夢を紡いでいるの。ここは観光客が足を踏み入れない開拓地だから、街の中心みたいに賑やかじゃないけど、私はこういう静かな雰囲気が好きなんだ。あの建物からこの建物まで一瞬で移動した。現実世界ではありえないよね。I guess I can't understand how the system works.Golden part of memories. Yeah. 今までと同じだね。もう慣れてきたで。What the play? I need to sit for it.長いことす誰だ、なんでか。もう一つのピン。とりあえず。But 18 人体は皆脆いがゆえに美しい。Okay. To be honest, I'm starting to get sleepy.思いついた。素晴らしい。いやいやいや。考え事しながら行っちゃった。
ごいわね。すごい。どんなご褒美が欲しい？ご褒美や。ここ本当に複雑な構造だね。通るた。これ habis。ここ本当に複雑な構造だね。通るたびに頭が痛くなる。ドリームレンズを起動するだけじゃなくて、何度かオフにしないとクリアできないんだもん。Dah aku lho. なんとかできた。ここを通り抜ければもう障害はないはずだよ。え、前回は見張りなんていなく迂回するのは難しそう。よし、じゃあ、はい、よし、じゃあいいところに来たわね。素晴らしい、さようなら。やるな。よそ見すんな。落ち着いて、消火脅威。消火脅威。
くらえ。食べる暇だ。見せてやろう。面接やろう。立ちなさい。着いた着いた。ここだよ。歌声？どこから聞こえてくるんだ？この歌知ってる？傷つく誰かの心を守ることができたなら、あのロビンの曲だよ。もうすぐ調和セレモニーだから、無境の中でも時々彼女の曲が演奏されるの。ここは夢の中の空に一番近い場所で、街の喧騒から離れていて、ドリームメーカーの言い争いもない。誰にも邪魔されることなく、今の風景、人、そして夢を感じられる。なんて綺麗なんだろう。時間が永遠に黄金の時にとどまって、ここでは理由に関係なく誰もが平等に眠りにつく。それぞれの目的はあるだろうけど。ごめんなさい。やっぱり君は騙せないね。私の故郷はとっくの昔に滅びてるの。レギオンの仕業かもしれないし、スウォームのせいかもしれない。調和はあらゆる人々を受け入れた。この輝かしい大都会の中で私もそうなの。現実の私は叶わない望みを抱いてる。それはあまりにも強烈で、だから無境に訴えることにした。だいだいストーリー、ストーリー、マイゲンベース。ロストエントロピー症候群。この言葉を聞いたことは、奇妙な現象なの。この病気にかかった人は、物理構造が不可逆的な慢性乖離に陥る。ベビー！要するに、ゆっくりと消えていくってこと。そして、その消失、人並みに走ることも、ジャンプすることも、他の人と会話することもできる。全部正常に見えるの。それがさらに遅くなっていって、いつか自分と世界全体の境界が曖昧になる。現実と夢が同じようにバラバラになるせいで。だから、どうしても拒めなかった。医者の言葉を忘れて、自分の体で好きなものを聞いて、見て、触って、考えて、感じられる。この世界は真実じゃないけど、この感覚は何よりも大切なの。今この瞬間のようにわーい。ごめんなさい。キース、キース、キース。まだ全部は打ち明けられないの。でも君に正直に伝えたいこともある。時計屋の遺産は確かに私が追い求めてるものだけど、だからといってそれをめぐって私たちが対立する必要なんてない。少なくとも私はそんなこと望んでない。ありがとう。焦土の夢を見た。一本の新芽が土を突き破り、朝日に向かって咲き誇る。招待状の質問を覚えてる？生命体はなぜ眠るのか。見て、
この夢の地では全てが許され、あらゆる可能性がある。振り返りたくないから、あの世に消えて、人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと思う。なんだ、そうだ、君は列車に友達がたくさんいるんだよね。自撮り、自撮り、それいいかも。でも一人で撮るのは笑わないでほしいんだけど。ちょっと待ってね。1、2、チーズ。 Oh my god! もう帰るの？時間が経つのって本当に早いね。私も現実世界に戻って休もうと思ってるの。That's a good, very good scenery and very sad story. But before that, we need to stop first and pull for Black Swan.